よっしゃ、配信を開始しますが、ちょっと、入力チェックですね。先に行いますので。まだ始めません。まだ始めません。これは、まだ入力チェック中です。どっちでもいいんだからね。あ、じゃあ、大丈夫、とりあえず、もう大丈夫ですか。レバーボタン OK、 ピラチも OK、 OK、 じゃあもう始めちゃいましょうか。みんなバーサスのアカウントでツイートしたからリツイートするんだ。始めていきましょう。OK、さあそれでは小物道店ピロス対ジャイダル始めていきましょう。解説には今一番ホンダ対ダルシムをやっている、そうですね、両方ともやったんで中野さんに投げられる。おっと、さあめくりドリルネタですね。ホンダ横幅が広いので、そうですね、結構あるんですよね。返しづらいのと、あと100巻を出してもあの前だと表に行っちゃって当たらないんですね、はい、いなくなってしまう、はい、さあこのファイヤーの後の対応ですね。ジャイさんといえばね、完全対応タイプ。そうです、まあ、ファイヤーの後の対応と伸びるパンチ、はい、ズームキックとズームパンチの対応がまあ割と肝かなと。そう、この対空ですね。対空ね、むずいんだよね。今のも正解はではないというか、正解はないです。タクになってしまう。タクになってますね。この場合はタクにならない。これも難しいんですけど、はい、スラスト対空が完全対空になる場合が4ドットあって、あーっと、ピヨった。いや、ちょっと、大丈夫です。これは削っていく。今のはよく判断しましたね。あ、ちょっとね、危なかったんですけどね、もうちょっと遅れると、ショーパンチ間に合うぐらいですけどね。鬼無双かどうかちょっと迷ったと思うんですけど。はい、さあ、頭突きから。さあ、ピロシ。いい間合いですよ。この最初の試合、さあ、おいしょ、どうした、100巻ピヨって、しっかり取った、1本目取っていくの、ピロシ。これピロシさん、そうですね、ジャイダルさんはまあ最初は 10-0 ぐらいいきたいっていうことだったんですけど、はい、あ、そうですね、言ってましたね。そうですね、まあ 10-0 はこの組み合わせむずいでしょうと。ないでしょう。まあ、どっかで事故っちゃうんで、やっぱまずどれぐらいのキャラ差があるのかっていうところなんですけども、あ、まあ、6.5 はあると思いますけど、 6.5 ダルシムが 6.5 はあると思います。はい、ただまあこの一発勝負っていうか、この1回だけ見ると、はい、まあ事故る可能性はあるんで、どこにでもチャンスがね、はい、少ない代わりにマジでやばい。そうですね、さあスライディングタイプ使っていく、あ、逆ですね、名前逆だったね、ごめんなさい。じゃあちょっと今、調整しますので僕は喋っていきます。さあ今度は完全にジャイペース、これをバックジャンプをうまく使っていく、しゃがみジャックパンチタイク、対空も7色使い分けないといけない。さあしゃがみ、危ない、持っていくから暴れる、暴れスラストか、はい、からまあ ショーKで、はい、からガードさせて、そのまま、はい、あの位置からもう一回オイチョウが入るので、あれ一歩踏み込みだよね、踏み込まなくていいです、踏み込まなくていいの、その場で入ります、オイチョウ、はい、マジ、はい、ってことはあのぶっこの気もそれで狙えるってこと、でかいますよ、狙えます、からキャンボタン話とかやれば終わりだね、できます、やばいね、はい、そうなんだ、知らなかった。さあうまく、今のはうまい、オイチョウこれは返しにくい、暴れていった、ずーつき合い強い、取っていく、ピロシうまいぞ。さあ開幕はバックジャンプ結構安定高度ではあるが、ちょっとねここに今までの流れが出てますね。うまい、飛んでいったが、まだ飛ぶ、今のもカラキャンだったらそのまま避けれますね、カラジャンプだったら避けれる、ここ適正キャンセルファイヤー、おれー、ぶつけ合い1位、ピロシ2連勝スタート。
セロ様、昨日結局3人だったんですか、4人あと1人犯人がいるってことですね。3人目も分かんないしね。まあ内容的には結構ジャイダルさんがズームパンチ割と強気にやってくる、はい、ファイヤーとズームパンチ割とやってくるんですよね。そうですね、それをやっぱ狙って小頭突き、まあ、タイミングずれるともう何もダメなんですけど、まあドンピシャでつなぐっていうのが、あれって強頭突きでもいいんじゃないの。いや、あのショーの方が一本勝ちはできますね。あ、はい、無敵で引きつけられるってことですかね。今日だと、はい、出る前に潰されるんで。なるほど、はい、さあこれは引き小引き中キックですね。最後はもうカラジャン読みですね、はい、そうですね、カラジャンプだと空中で当たるっていうか地上の着地した時に食らうんですよね、はい、あれ。ああ、はい、でもそれって状況結構危ないですよ ね。さあ投げかくってたか、間合い的にうまい飛んでく、いい飛び。さあジャイのファイヤーをくぐり抜けてくるぞ。今のもスライディング、まああのスライディングでも、うん、スラスト対空でもいいんですけど、はい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 、ケツ、あのジャンプ小系飛びに対して、はい、スラストを地上重ねさせるの結構難しくて、はい、そうですね、空中になっちゃうんですよね。これは託していく、うごー、読みが強すぎる。ジャイ苦しい、これはパーフェクト、なんと3連勝。まあビロシ強いぞ。あの場合ね、マジでスライディング以外は落ちるとこないんで、はい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 、まあね、ケツですよね。そうですね、ケツか腹で飛ぶっていうのは割とで、バックジャンプ強パン対空にもなんかケツがね、バックジャンプ強パン対空、好かれやすいんですよね。まああと相中になったりしますね。腹は相中になる、はい、で、さあこれは対空の難しさがよく出ている。ちょっとね、ファイヤー飛ばれてるっていうのもあって、はい、出しにくくなってるのはある。さあ、空がめり込んで、うわ、ビオルコンボができる。これは決意、なんとピロシやり込んできているぞ。夢にダルシムが出ていたと言っていた。さ、強気の開幕スライディング、気持ちわかる。あ、これはもうダルシムペースになりましたね。そうですね、こっからどうやってダルシムペースを崩すか、かなりもうこれ 7-3-8-2 ぐらいの、あ、さあ今ゴムになりかけたあのジャンプキックが当たるだけで、さあ逃げる、これはかなりきつい、これも終わり。そうですね、相打ち OK。 いや、素晴らしい、やっぱり間合いを作り出せるかどうかなんで、間合いと有利状況なんで、ダルシムもまあ暴れとかファイヤーガードでいいから、そうですね、そういうとこから話していきたいんですが、さあこれはかなりでかい、かなりでかい、うっと、ああいう感じで空中ぐらいになりやすいんですよ。そうするとうまい、キャンセルファイヤーあれミットからできるのかな。うまい、うまい、うまい。さあこれはどっか行っちゃう、アレシャイさんの得意技ですからね。あぶねー、あそこでも体を狙う、結構このバックジャンプがやっぱり困った時は強いですね、すぐ浮くんで。さあここでやっとジャイ一勝、今のところ3対1ピロシリード。さあニーアーさんがまたニヤニヤしながら、ニーアーさんが遠くからニコニコして見てますね。遠くからなんか言ってあげればいいのにねえ。さあこれはしっかりキャンセル、ジャイアンさんあれ多いんですよね、はい、そうですねあの早くおっしゃう、どっか行け、どっか行けっていうので強気に中足キャンセルファイヤーみたいなのやるんですけど、うん、あれフレームにしたら完全に安全なんですけど、いや、ファイヤーの方が有利状況が多いんで、はい、そうですね、やってきますね。フレームは相中になるかな。いや、あれね、さあこれはやめない。ああ、今の大パンなんですよね、うん、ホンダが前に歩いてためがないのを確認して大パンを打つってことですね、はい、素晴らしい。そうなると大パンの外から近寄る、これピオリーチです。もう一発じゃない、いや、ピオリーチです、あれもピオリーチ、はい、あれでもピオリーチです。さあ今の相打ちはでかいぞ、バックジャンプ、おっと、ここで狙っていったが、これはちょっと遠い、大パン、うー、パン、ね、今度は寄れず、ね、このモードですね。まずは遠くしたい、遠ければ負けることはないと、相打ちに
なるんでね、やっぱ頭突き合わせても、ね、さっき結構一方勝ちしてましたけど、あのできるタイミング 2,3 フレしかないんで、タイミング的にはだからほとんど相打ちかなんか出る前に潰すかっていうのができるんで、割とまあ出し毒系はあるんですけど、こういう感じになっちゃうんで、やっぱ、はいはいはい、大 K はかなり一方勝ちするのが難しいですね。これはダイエットの前でしたね。かなり読み合い、さあ大 K 腹ジャンプを含めた読み合いになるという、はい、これは上からいった、遅らせてジャンプ、しっかり死んでピヨル重ねに来ると見せかけてジャンプ、そうですね、はい、暴れもしにくくなりましたね今ので。これは食らって高い、やばい、返しにくいところ、投げ返す、しかし受け身しっかり、さあ大 K、 おっと、ね、見てる、結構ね置くんですよあれ、あれ見てから出せる、いや、あの置き、置きです、置きですよね、はい、さあこれはもう全部大 K でいい感じ、相打ちでいいぞというジャイダルさんっぽい動き、ファイヤーモードはなんといっても関東のファイヤーモードといえばジャイダルでしたから ね、 そうですね、さあスライディング、このねスライディングなんすわ、いっちゃん遠いところだと、おっと今のは据えたけどね、難しい、どっちか分かんないかな、前の層だったら可能性もある、さあうまく避ける、今のはねいい避け方だった、大 K 大 K 振ってく、うう、はい、一、これはインフェルノが届く、さあ生きてるけどほぼ死んでいる、うわ、中盤かな、中盤対空、さあこれで 3-3 並ぶ、3連敗3連勝でジャイダルが盛り返してきた、あ、結構ね心の状態をねやっていかないといけないんで、前回何で飛んだか、そういう読み合いが毎回、そうですね、行われております。対空の難しさが本当に出る、飛ぶタイミング一つでもね全然ですから、ここは繋がらないが、あれでも安全、ちょっと危なかったんでドリルにした、さあこかせてバックジャンプで逃げる、あそこは正解なんだろうな、いや、あの前のバックジャンプ、バックジャンプはね追いづらいんですよ、百列で追いに行くのは、おっと出なかった、インフェルノが百貫百貫、これに対してもう一丁、インフェルノが難しい、そういい勝負、諦めない百貫、百貫ね弱中強ありますからね、さあ逃げる、うまいぞ、遠目なのでスライディングはないと見せかけてのスライディング、はい、なるほど、さあ大 K、 これはかなりダルシュンペース、難しい、さあ高めで潰すが続かない、ここをね見てから止める、これは踏んでしまう、置いてある、まあ、理想的な勝利ですね、ジャイさん、結構遠目からジャンプ大 K、 伸びるキックの対空、はい、大 K ですねを、早出しのジャンプ中継で潰した後、はい、後がね続きにくいんですね、そうですよね、潰せるんですけど、その後届く技振っちゃうとそこで攻め系がないんですよね、さあおお、B 勝ち、バックジャンプしきった、 4連勝、これで逆転、さあ集中、ピロス集中、ここねリズム変えるとかいろいろやりようあるんじゃないかなと思います。そうですね、結構ねドハマりするとねこれマジで連敗するんでほんとほんとします、ほんと連敗する、さあいい感じ、さあ横からいった、何か起こしたいんだったらボタンを押すべき、さあこれはホンダ側もう間違いないですよ、おジャンプちょっと迷った、頭突き、これはまあガードオッケーですね、おおすげえ、冷静、冷静に前に歩いてくぐって、すごかったですね今、大一応、さあ開幕は中継、ジャンプ読み、動き読みですね、結構何やってもあれに負けますからね、頭突き以外はちょっときついですね、さあこれはコパンで対空、おいしい、痛い痛い、ピオルが、うわピオラスに行く、インフェルノ死亡、ピー勝ち、ガードすると結構ピオリ値が継続するっぽい感じのあるんで、うん、はい、なんかあるないとは思うんだけど、あとこれは開幕読み勝っていったが、さっき読みたやつ、これねあの張り手で追っかけられるっぽいんですね、はい、張り手で追っかけると空中、
空中で当たるのかな、空中で当たると、はい、大惨事。さあうまい、これパクってたけど、これは今のは外でかいですけど、腹まだまだわからない、腹だったから下溜めてたと思うけど、さあガードすると未来がない。うわー、さあジャイダル5連勝、離していく。いやいい勝負だが、流れはジャイダルか。ちょっとね、ミスしてしまったのは大きいですけどね。でも逆に考えれば、あれミスんなかったら勝てたなぐらいの気持ちでいる方がいいかもしれないですね、うん、ホンダはチャンスを生かせれば本当に死にますんで、さあ開幕ファイヤー、もうねこれですわ。あの気持ちの入ったファイヤー打ち始めるとジャイさん強いですよ。さあ完璧な対空、まああのね、今のは結構ね完璧っぽい間合いなんで、前に飛ばない方がいいまである。なるほど、はい、さあ今のバックジャンプ、なかなかねこのバックジャンプをとがめにくい。そうですよね、はい、さあいやー対空がうまい。ドンピシャで打っても見てから中ドリルやると潰れちゃうんで、うん、バックジャンプに対して結構バックジャンプはね割と強いんで、それをどうするかですね。さあ今のもあっとうまい、おっとっと、これは減ったぞ、横から行くずっと、これはスライディングピュアピュアル、インフェルノがたまらない、安く済んだ。さあでも画面端なんでちょっとね厳しい、おーっと端っこ、さあ届かない、早いインフェルノ、これは出てしまう。ジャイダル6連勝、さあ流れが完全に変わっている。まあ、あのジャンプショーパンチ出してたと思うんですけど、ホンダが、はい、あれはスラスト対空を潰す飛びなんですね。え、潰れんのあれ、あの間合いをちょっと間違ってると横から殴られます。へー、はい、そうなんだ、スラスト対空安全ではない、間合いがあるんで。知らんかった、おっと、はい、カラーが変わって投げて、いや俺に力を、いや今のはね軽投げにした方がよかった。あー膝つかみはあの画面端まで絶対ハマるんで、ハマる 100% ハマります。どこか行っちゃう、コパンで止めて、うまい飛びだ。さあどうする、飛んだ、今の前歩きジャンプいいっすね。あえてもうどうせ来ないだろっていう感じで前やったんですけど、まあ行きましたね。多分まあちょっと遅らせの張り手に対して相打ち取る感じのファイヤーだったと思うんですけど、まあ飛びましたね、はい。さあこのファイヤー早いぞ、ここ重要。さあこれはショーパン対空、おっなんだかんだ強いですからねショーパン、大K、うわ完璧ですね投げではなく、ああいうことができる間合いをキープしてるんですよね。そう、何かの、おーいと入る、殺せるかな、そっち、やべえ今のスラーはすごい研究しますね。殺したかったが遅い、確定を取られるが大丈夫、投げが入らない、これはいけるぞ、膝つかみ、完璧なら死ぬ、なんでコパンがミスか今のは。さ あおっと今のは狙っていった、100巻ガードから100巻、あいこれ死なない死なない死なないっすよ。さあ勝負トップ、ここは一歩勝ちを狙い、カラジャンプできる間合いだったんですけどね、まあ読み合いですね、読み合いですね、はい、今腹、いやあのジャンプ中継でした、はい、見応えあるけども流れはジャイダル3連勝7連敗。これニアさん後から言うのなしなんで今言ってくださいよ、なんかあるなら後出しは良くないですよ、後出しは良くないよ。さあ頭突き、あくまでもまだ行くぞという姿勢を見せて、さあおいちょうね、さっきからねなかなか身を結んでないんですけど、うん、頑張れましたね今のはね。おいちょうから死ぬっていうのがもうほとんどなかったんだ今まで。そうっすね、おいちょう食らってもジャイアンさんがどうせ死なねえだろみたいな動きばっかりしてるんですよさっきから。それがね良くない、それが良くない、あおいちょう食らったやべえかもなって思わせないと勝てません。そう、掴んだら殺しきる、そのリターンがないとじゃないとあの対空ミスってくれません、はいはい。
前も見せてくれなさ、うおー悪くなかったけどドンピシャでしたね。まあさあうまい、これですね。ここあそこを張り手で追っかけたいけど難しい、まあ、難しいよな。張り手出すと今度はドリル出さないで、うん、あのジャンプ中キックとかでビヨーンって伸びてきて上から張り手潰されるんですよ。さあこれは強気を見てから、お2択にしてちょっと弱気の選択肢だが空ジャンプでの用意だった。そうですね、そうですね、画面端のダルシムに対して中張り手ガードさせるともう空ジャンプの間合いになるんで、はい、はい、セットアップでしたね。しかしセットアップ知ってるとただの読み合いになるんでなあまあまあまあさあこれは表になる。おー一応できず、今のはかくってたはずだが勝利が難しかった。かくってたかな。ああいう時に軽投げをしたいっていうところなんですよね多分ね。さあ8-3になってしまった。8-3、ピロシ3連勝のあと8連敗中。しかし内容は全然悪くない。そうですね、あとは殺しきるまでの道のり。ちょっとね、ちょっとね、殺傷力が弱い。殺傷力がね、ちょっと低い。これがちょっと原因かなと。これがね、さっきからどっちか分かんないですよね。これピオリーチあったから危ないですよね。危なかったですね。いや、ようピオんなかったなって感じ。投げでピオったと思いましたけどね。スラストが繋がってなかったからね。さあ、でもね、これも全然タルシも OK ですね。IH で OK な体力を。それおっとここは狙ったかった。今のはいい間合いなので、はい、潰せません。なるほど、もうちょっと近いと横からパンチで殴れます、うん、はい、殴って台足です。なるほど、ね、これはちょっと遠い、もうちょっと遠めなのか、遠いのでしっかりこれは殺せるかな。殺したい、うわーっとやっぱり知らない。いや今のはねジャイアンさんを褒めるべき、うん、高めでガードしてるんでボタンが難しいの。連打しちゃうとダルシムガードですね。ダルシム、あのホンダが空中にいる間に投げ入力になっちゃって座れるっていう感じですね。よく座りますね。さあ体力ある。うわあ読み合ってくる。さあリーチ。これは強い。やはりやり込んできている。ただの小豪じゃねえぞと。さあここですよピロシ、こっからあるからね、終わってないからね全然。さあ連勝のあと連敗。さあこれはブラスト読んでる。おっとこれはやっぱりどっちかわからない。そうですね、ああいう感じになっちゃうんでやっぱ、うん、こうパンタイク、おファイヤー打ってきた。 うまい。おっと、あーっと相手にならない。遅い、ファイヤーの判断が早い。これは後ろに下がってガードしたかったが、インフェルの相模教官だったぞ。さあドリルが当たりリーチ、まあ、ガードしてれば投げられましたね。ああそうですね、はい、投げたら即死が見えるはずなのに。あ、殺せますね。さあどうするかな。大慶うまい。さあ対空がうまい、やはりうまい。ショーファイヤーの後前に歩いたらもう完璧なんで。さあちょっと間違った、おっと間違った、これは間違いを咎めたい。100巻もう一丁でしょう、もう一丁行くか。100巻キャンセル、やりてぇ。上入れてたっぽい感じの食らい方でしたけど ね、 上ですかね今のは。はい、上入れると何が起こる。いや逃げられる、逃げられる逃げられ逃げたかった、逃げられる。なるほど、さあうん大パン強い、コパンで止めて、うまい、うまいぞ。張り手はコパン、うん、スラタイク、ここで腹だった。そのブラスト早めに、そこはもう情報を全て早めのここです。最後の読み合い、大パンチ勝ったのはジャイガル。なんと3連敗の後盛り返して10連勝、素晴らしい試合内容、勝ったのはジャイダル。さあ3対10というスコアになりました。はい、では勝った人だけにコメントをいただいておりますので、ジャイさん、ではカメラもね
カメラちょっと頼みますわ。じゃあジャイさんよろしくお願いします。はい、まずは指名してくれたピロシ君ありがとうございました。大変ありがとうございました。ちょっとね前半3連敗してやべえなってなってこれ 0-10 あるなとか思ったんですけど、まあ、途中からね盛り返して、まあ今までいろんなホンダの方が使いの方が、まあ、やってくれたんでちょっとね無様な感じでやっちゃまずいなと思ったんでだいぶ立て直せて、よかったです。であとですね他勢の方とかも応援してくれて、まあ、それがかなり後押しになったのかなと思ってます。あとですね勝ったんで宣伝いいですか。宣伝どうぞどうぞ。3月の17日にアニコレのイベントありますんで、ストフェスっていう名前なんですけど、X と03と、サードの、今後の、まあ、トーナメントなんですけど、やりますんで、皆さんぜひ来ていただければと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。トネピー解説ありがとう。あれあそうだね、じゃあ草くん、あ、次回ないの？ あ、 ありますよ。あるの？じゃあ喋って。知ってるでしょ。俺は知らない、はい、あはい、じゃあすいません、ジャイさんとピロシさんお疲れ様でした。いい試合本当に見れてよかったです。で、次回の告知になりますが、2月3日ですね、 V3 の後また行います。まあ、今日も会場に来ているストマックもみおザンギエフ対歌舞伎くんのバイソンザンギバイソンを行います。ちょっと今までは、まあ、今まではというかちょっとまた若手対決に戻ってという感じですね。歌舞伎くんは、立川のプレイヤーで、セロファンさんというザンギとかなりやってるプレイヤーで、彼からザンギとやりたいという指名が来まして、ちょっとそれでザンギ使い、ま、世代も近いノリに乗ってるモミオに声かけたらやりましょうということになりまして、で結構歌舞伎くんが意気込みがすごくて多分負けたら俺破門されるからと言っていました。で、まあそうですね、立川でザンギとやってる歌舞伎くんとモミオはモミオで、まあ、沼さんと昔やってて今はまあ、津田沼で運営とかもやってるんですけどフリップとかのシャルさんとかペルオとかとバイソンはやってますので、お互いやってる組み合わせでお互い意地があると思うので若手対決プラス意地の張り合いちょっと面白いかなと思います。で、組み合わせ的にもこれお互いどっちが不利なんだ有利なんだって結構揉めるカードでもありますのでその辺も注目かなと思っておりますので皆さん注目お願いします。以上です。日程は、はい、日程すいません、V3 の後ですが2月3日ですね、ちょうど、4週間後になりますので、あ、すいません、3月3日ね、3月3日です、すいません、ひな祭りの日です、わかりやすいです、よろしくお願いします。はい、でもこれさ集客的にさ何もない日の日曜日にやった方がよくない？ V3 だったらさ多少来てそう第3日曜とかにやった方がさバーサスさんの集客的にはさいいじゃん。こんだけだってさV3 に出ないやつらがさこんな見に来てくれんだよ。 V3 出なすぎでしょ。だからこっちはこっちでやってさ、うん、だからそのね第3日曜なんか結構人来ないじゃん。そもそもいやそうまあでもこっちにも来てほしいってもあるけどでも来ないもう来ないんだから、あ、総合的なこうトータルなペイを考えればなるほど第3週にやった方が良くない説はあるよね。ある。そう、実験的にね。まあこれはでも我々が決めるっていうか、まあ、バーサスさんのこのなんかあれによるんだけど、いや僕はなんとかという話じゃなくて、そうそうそう、プレイヤーの都合次第になるんで、予定そうなりますんで、そう、まあ、分かんないけどね、はい、まあでも来週じゃなくて来月は3日頭にやるってことなんで、はい、はい、3月3日ですというわけで、他になんか予定がまだ埋まってるか僕はよく知らないんですけど、まあ、こういうの出たい方がいたら、はい、あ、その後のカードはそうです、ね、決まってんの今のところ保留、ね、ないんで、まあ、大物以外ね、大物以外ね、うん、エクサーの参加できる人ぐらいの感じで、そうね、そうですね、小物ですからね言うてね、まあそう、倉橋さん2回出てますけどね、まあ、あれはもうできんで、できん、はい、まあ、テレピーの意見は尊重しようかなと思いますね、はいはい、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。今回も面白かった。また来月お会いしましょう。